オッケー、二人ゲット。なんかいるぞ。あー落ちた、もう最悪。ちょっと砂中です。今回は KN44 を使ってドミネーションやっていきたいと思います。さあやっていきましょう。ハンテッドなんでね、どっちに向かうかな。みんなこっちだったら僕もこっち。ブラボー行きましょうか。ブラボーに上からじゃなくて下からのあの人たちを叩こうかと。いますね。早いな。ちょっと待って、そこにいた。あー待って待って、ブラボーはん、これはどうなんだ、怪しいな。ちょっとなんかブーストーンがした。あ、また弾管理ができてない。あれリロードしなかったっけ、さっき。気のせいかな、リロードした気がしたんだけど、ミスってたか。危な。よし、いいね、やっぱ KN はね、 KN を使わないといけない状況なんですね今ね。マジか、どうしよう。ここ大丈夫、上から来る。うわー、分かってたんだけどね、ブーストーンで。いやー、まさかね、ランチャーで2キルされてるとは思わなかったな。お、ブラボー取られた。だったらっていう。待って。と思うじゃん、逃げないから。いやー、無理だね、これは。厳しい。どうしよっか。チャーリー取ろうか、とりあえず。とりあえず、チャーリー取る。おお、もう押し込まれまくりですね。チャーリーも時間の問題かな、そんな気がするね。どうしよう。いやー、まあ、ここにいませんか、大丈夫ですか。ブラボーを攻めるかな、これは。上にいる。待って、まだいるだろう。もういないの、それはない。ナイス。いや、いましたよ。オッケー。あー怖い。あ、ナイス、いいぞ、いいところ陣取ってくれる、さすが。ちょっと待って待って、怖い。よし、取りましたよ。よし、いやもうチャーリー上げ、やべ。オッケー、危ない。アルファが欲しいけど多分間に合わないから、いらない。ちょっとここにいる。オッケー、ヒットゲット。オッケー、さあ分かるぞ、敵の位置が奥も分かる。さあ、どうなってくる。敵はこうやって出てくるが、私がゲットする。そしてこれ、待って、へい、待って、やばい。やばい、待てよ、これいつ使おうか。敵に高キルスト出された時用に使えますか、これは。もうね、ヘイターは落ちたと思って使います。オッケー、これ水の中だとね、意外とわからないんですよね、相手ね。おい、オッケーと思ったけど2キルじゃなかったんだ。2キルいったかなって思ったんだけど、残念でした、さようなら。オッケー、待って、まだいた。うわー、これどうだ。ラップスは出さなくてもまだいいか。これあれですね、あのパワーコアのついでにラップス投下ですかね。そういう流れでいきましょう。うい、危ねえ。あー、ブラボーが危ないです。オッケー、ブラボー守りの。さあ左からまた来てはいるけど、待てよ。いやー、大丈夫かー、いけるかー、大丈夫か。いいね、なかなか苦節4戦目にして勝利を手に入れようとしてますかね、私は。ダメですね、そんな期待しちゃまだダメだ。まだまだ早い、こんな危機感ちょっとね感じながらやらないと。気を引き締めてね、気を緩めたら終わりだ。こっち側に来ており、待って、うわー、倒せなかった。先当てたんだけどな、あんまり効果なかったか、あれ。大丈夫、そこなんかこっちから来そうだから潜っとこ。普通に洞窟から行ったっぽいね、アルファの方に。じゃあこっちだ。もう回ってる、それは。いや、自分の足をって、なーにー、なんだ今の銃。あれか、あのマシンピストルのやつか。やべ、でこっち絶対来るしよ。おい、ない、あれいると思ったんだけど案外いないね。なんか上か、これだね、上にいらっしゃいますせ。ちょっとこの人どうしようかな。上の人もあれだけど、こっちもちょっと攻められてる。こっち、よし、ナイス。もう一人、
あ、もう2人だ。ダメだこれは。あのひょこ出しなかなか狙えないんですよね。どうしよう、ブラボー取りたいな。これめっちゃ足音してるし、オッケーオッケー、任せろ任せろ任せろ、オッケー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 、2人ゲット。なんかいるぞ。あー落ちた、もう最悪、もうここ嫌い、本当にね、ガバガバ。いやーどうしよう、ブラボーに1人しか行ってないんでブラボー応援行きます。ダメだよ、ちょっと待って。うわっマジか、オッケーオッケー、ナイス、いいぞいいぞいいぞ。本来だったらここでね取ってたかったんだけど、イエー、待って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 、ナイス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 、いいぞいいぞ、待って待って待って、オッケーオッケーオッケー、ゲット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 、うう、まだ来るのかまだ来るのか、撃っちゃうぞ撃っちゃうぞ、まだいるね、オッケー、上から来そう、気をつけよう。あ、まだいない、こっちか、やっぱりオッケー、あーこっち側から、うーんギリギリですねこのギリギリの戦いを俺は待ってたんだ、本当に。やっとやっとこんな拮抗して戦える、素晴らしいですね、本当に。点差が拮抗するってこんな素晴らしいことだとはね、もうねなかなか思えないですからね。いやーよかったよかった。ちょっとさっきの動画で妥協しそうになったけど、これはダメだ、さっきの動画はボツだわさっきの動画で何に打ってたかっていうと、この前のね、口笛吹きながらのやつで見事ね、曲を言い当てた人がね、いまして、いやー分かってる人、分かる人はやっぱ分かってくれるって嬉しいね、やっぱねっていうのでね、久々にコメントを返したりっていうね、たまに僕だからコメント返しますっていうねことを言ってみたり、あぶねあぶねあぶね、結構ね YouTube のコメントのねあれね、どうしようかなどうしようかなというか、こう返そうかなどうしようかなって思って、こうどれぐらいのあれにしようかなって思ったんですけど、まあ気まぐれでいいやという感じでね、割とツイッターのね、あれだとね、すぐなんだろう、すぐ自分が見てすぐこう反応があってって返せる場面が多いんであれなんですけど、うーわやべ、もうそろそろかな、敵のあれはないよね。でそれでね、だからちょっとコメントもね、何か気になったものをこう、あ、これはようやってくれたっていう感じの、すごいなんかさっきのこの前のね口笛みたいなあれのよう分かった人とか、そんな感じでね、僕がビビビッときたものをねやっぱ返していこうかなというふうな感じです。いやなるべくねこう返していきたいなと思ってたんですけどね、やっぱ量をこうやってずっとやってるとね、なかなかこう釘付けになっちゃうんでね、携帯でこう軽く返せる感じでなってるのかな、多分なってると思うので、うん、そこら辺でパッパパッパやっていきたいね。オッケー、もうなんかもう滝の位置が分かった、そう、ここだよ、ここ一番危ない、待って右にいる、そこから上がっては来ない、痛い、あーまたねこれでっていう、本当におっと、オッケーオッケー、ありがとうさん、さあブラボー来た、さあ敵よ、まだまだ私は隠し玉持ってんだよ、待って、こっちにいない、こっちにいた、こっちいた、こっちいた、いや待って待って、味方さん、ここに敵がいるんです、敵がって、あれ敵いなくね、敵、あれ敵いなくなっちゃった、おかしいな、後ろから来てる、危な、よしよし、やっぱいいね、KN はね、素晴らしい、唯一管に対抗できるというね、素晴らしい能力を持ってるエリート武器ですわ、イエーイ、分かってたし、どうしよう、これちょっとね敵のキルストが来たあたりで使いたかったなーなんて思ったりするんですけど、オッケー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 、危な、おお落ちてた落ちてた敵面白いいいですね、あ待ってこれやばい、いや待って、ああダメだった、くっそ、この天井が吹き抜けて4メートルぐらいあれば避けられたのに、んなことはない残念ながら、でもあのルイかわいそう、いやー僕もやりましたからね何回かね、あー危ねえよー、待ってここ入ろう、チャーリーを失うぞ、あ左だねこれ、左だわ、左でジャンプ、あれ
敵ケルベロスつってるな。ちょっと待ってよ。じゃあよしよし、分かった分かった。敵のこれをパワーコアでケルベロスを破壊して、さあ私のラプス投下だ。このどんでん返しにはしてないか。こうね、引き金を引いたケルベロスに後悔するんだな。よしよし、あーブラボー大丈夫か。ラプスは無事生まれましたね。さあ第2波。あー自分のグラビティスパイクやりたいけどだ。あ待って待って、当たってるけど、これちょっと待って。おーらいいよ、一人でも OK です。おー危ないよ。さあブラボー取りましょう。ブラボー取りました。オッケー、いいね。嘘だ、またランチャーだ。あの人ランチャー好きだな。僕もね割と好き。うん、わかる。装備してたらね撃ちたくなるんですよね。それね、上から下にこう撃つ機会があればね、ここぞという時に撃ちたくなりますよね。イエーイ、ダメだよ私の、パワーコアは守るよ、ラプスが。私は守らない、こんな感じですね。いやでもね、口笛のね話をしてたんですけどね、なかなかね、また何かあったら口笛吹くかもしれませんね。楽しいですよね、口笛はね。あのついついなんか風呂場とかそこら辺で吹いちゃう時がありますよね。こうアニソン聞きながら口笛っていうのもなかなか、だから自分がね女性のキーで歌えないからこそ口笛で演奏するってところもねあったりしますよね。なかなかね口笛面白いです。というわけで今回はこんな感じ。終わってか、落ちる、でも落ちない。という感じでね、あの今回はまあよかった、本当4戦目にしてやっと勝てるというね、本当にいやよかったよ本当に。はあ、というわけでまあすっきりしたところで終わりたいと思います。皆さんもね口笛頑張って、あの吹ける人も吹けない人もいると思うんですけど、徐々にやればね割と吹けるようになりますのでね、面白いですよ、ぜひやってみてください。というわけで今回はこんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録高評価の方よろしくお願いします。というわけで次回もかかってこーい。